でいこうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。スターホースポケットいいですね。松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。なんだこれ。まあ、いや、まずレアを引きます。金ですね。成田金剛。絶対レアな顔あります、すごいな。サニブラ、いいか。ちょっと時間かかってます。ウォッカ、そしてオルフェーブルか。リラックスガチャっていうのがあるんですね。限定の SSR 物件があったら3回引いてみましょう。あ、必ずしもあったわけじゃないのか。あ、でも金の貴賓像来ましたよ。金の貴賓像って何だったっけ。メダルも引きましょう。貴賓像を手に入れます。作物ができてるね。農園に行きますか。プレゼントが届いてるよ。車大ファーム UJ さん、いいでしょう。一応フレンドの中から一人。33人か。ラッキーワンシ来た。クエスト達成、やったね。さあ前走ですね。宝塚記念3回目の挑戦で初めて1着取りました。この調子で今回 WBC にチャレンジしたいと思います。
790か。体重はバッチリだね。大根いい感じだね。一応ローソン的には今8月を一周なんで大きなレースは特にありません。さやったね、ありがとうございます。ねえねえだね。人参か。お、嬉しいか。よしよし。もう一周はやりましょう。どうしたの？なんかいろいろありますね。極秘調教とか。絵画か。体重はバッチリだね。クエスト達成、やったね。レースに出走登録しましょう。気合い十分だね。人参か。お、嬉しい。はい、何です？ WBC のもちろんターフです。引き続き松美希さんに乗ってもらいましょう。はい、というわけで、結果が出るまで、待ちましょう。また後で。楽しみだね。はい、結果が出ました。見ていきましょう。一番人気だね。 2.0 倍か。ただいまより投票受付を開始します。 WBC ってことを考えれば結構いい人気だと思います。ただ1頭しか出ていない、なぜだ。びっくりですね。結構頭数出てたと思うんですけどね、まさかの1頭だし。なんか別のレース出てるのかな。ちょっと後で調べましょう。まさかの一頭出しですね。なんかより美味しいイベントがあってそちらにみんな出てきて。バイーストで一番の歴史を持つワールドブリーダーズカップターフ、今年もまた新たな1ページが刻まれます。ワールドブリーダーズカップターフ 2400m、 なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。モチベーターが先手を取ります。内を通ってスルスルとイブンベイが上がっていきました。5番エクラール、そのうち3番ルソー、12番ウィズアンティシペーション、その後ろでやりましょうか。6番ジェネラス、その外にギブザスリップ、それからストーミングホーム、そしていたいたカタノミッティと松永、それからもう1頭4番ティカステナンゴ、ポケットとの合流地点12頭が差し掛かります。それからディアドクター、ちょっと離れて2番オーソライズドでやります。
もう一度前の方でありますが、1番イブンベイがレースを引っ張るようになりました。これを追って5番エクラール、そのうちからはルソー、7番モチベーター、それから足毛の馬体ウィズアンティシペーションであります。そして6番手に6番ジェネラス、外を通ってリブザスリップ、そしてその後ろから9番ストーミングホーム、肩のビッティと松永美希を名コンビはここにいます。そして内からは4番ハステナンゴ、ディアドクター、そしてしんがりからオーソライズドという展開です。さあ先頭の方はどうなっているか、2馬身くらいの差をつけて1番イブンベイが先頭です。これを追って5番エクラールであります。さあこの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか、肩のミッティ直線の伸び足はどうか、さあ大波乱になるのか、外からはエクラール、ルソー懸命に追う、3番手にルソー、先頭イブンベイ、しかし差はそれほどでもない、怖い馬が来た。11番肩のミッティだ、外をついて肩のミッティが来ている、肩のミッティ懸命に追った、並ぶか並ぶか、肩のミッティこのまま粘れるか、イブダスリップ内か外か、ほとんど同時、あれ完勝ですね、やりました、 WBC ターンで最後です。やったね、一着11、九州レベルは3着6番以上のように確定しました。やったね、やりましたね。クエスト達成、やったね。プレゼントが届いてるよ。一戦線見てみましょう。ガチャがある、お WBC 長寿してクエスト報酬をゲットしよう。ってなってますね。スキルなんかもありますからね。ワールド名馬チケットはですね、5枚必要です。最後5回 WBC を制覇する必要が、ね、あるってことですよね。ですね、1000なっても挑戦してもいいかもしれないですね。で、見事 WBC ターフを4回目の挑戦で初制覇ですね。ちょっと成績が前回の WBC ターフまで下がってきてたんで、すごい不安でしたが、ここを最近3連勝で巻き返すことによりまして、
賞金も8,350枚。ですね、しっかり。はい、何です？走ることができるようになりました。今10月を一周なので、秋の天皇賞かな、ジャパンカップかな。次はそちらに挑みたいと思います。秋の天皇賞ってまだ挑戦してないですよね。挑戦する価値あると思います。次回もよろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。